とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、おすすめアーティファクトセット、トップ5、やっていきたいと思います。アーティファクト、何がいいのかって悩む方、多いと思います。今日はね、個人的におすすめなトップ5、発表していきましょう。それでは、早速、行きますね。このランキングには個人的な意見が入ります。ご了承ください。さあ、それではおすすめアーティファクトセットトップ5、第5位からいきましょう。第5位のおすすめセットはこのセットです。瞬足のブーツ、幽霊のマント、卵天狗だけですね。さあ、このセット何かっていうと、高速周回用です。別にね、敵を倒さずに、クリアできるような場所、そういうところでかなり重宝します。まあ、全部をバーッと使うだけで超高速で進んでいくことができるのでいいですよね。で、これにマント、幽霊のマントで敵を抜けることができるので引っかかることがないんですよね。なので高速周回にめちゃくちゃおすすめ。これもう最初の頃からこのセットはずっと愛用してて、もうこれがないとちょっと時間がかかって嫌だなっていう場所も今はあるぐらいですね。超おすすめです。で、この装備をするには絶対必要なものっていうのがあります。それが防具。防具にクールダウンが3以上ついてるってことが条件かな。あ、まあ、このアーティファクトのレベル、このね、アーティファクトのレベルが、まあ、250とかになってくれば、クールダウンは2つでもいけます。2つでもいける。でも、幽霊のマントが連続で使えるわけじゃないので、できれば3つ、まあ、良ければ4つ、クールダウンがついてるのがあれば最高ですね。はい。ということで、第5位です。瞬足のブーツ、幽霊のマント、卵天狗だけ、この3つのセットです。さあ、それでは続いてのおすすめセットに行きましょう。おすすめアーティファクトセットトップ5、第4位。これです。エリクサーのカバン、アイアンハンドレッドアミュレット、卵天狗だけ、この3つのセットです。これは何かっていうと、バランスのいいセットですね。卵天狗だけで攻撃速度がめちゃくちゃ上がって殲滅速度が上がる。そしてアイアンハンドアミュレット、これで防御力が上がりますので、敵の攻撃、特にね、敵に囲まれた時とかにも、ダメージを抑えることができるので、この卵天狗だけとアミュレットっていうのは絶対にいいですね。そしてこのエリクサーのカバンだね。このエリクサーのカバンを使うと3つランダムで、3つの中から2つアイテムが出てきます。瞬足のポーションと力のポーション、そして影のブリュー、この3つがランダムで出てくるんですよね。で、この力のポーションは、まあ、ご存知の通り攻撃力が2倍、30秒間2倍になるってやつで、めちゃくちゃ使えるやつです。で、影のブリューはちょっと使い方は難しいんだけども、10秒間姿を消すことができて、これもなかなかお得です。そして瞬足のポーション、これは20秒間動きが速くなる、高速移動が可能になるっていうことで、だいぶ役に立ちます。まあ、この3つセットは、まあ、どこでも使っていける攻略用のセットとなりますので、おすすめです。第4位はエリクサーのカバン、そしてアイアンハンドアミュレット、卵天狗だけ、この3つのセットです。さあ、続いていきましょう。おすすめアーティファクトセットトップ5、第3位。第3位はこのセットですね。エリクサーのカバン、弱体化のドラ、卵天狗だけですね。さっきのセットと
変わらねえじゃねえかと思うじゃないですか。でも能力値としてはこれ全然変わります。全然違う。さっきの装備がバランス型です。バランス型、どこでもバランスがよくいけるっていうやつなんだけども、今回のこのドラを入れた編成、これがね攻撃特化です。攻撃特化で、使うにあたっては防具と武器、まあ、どっちでもいいや、とにかく、回復がしっかりできるようになってからこれをしていくといいです。うん、回復がね中途半端にしかできないなっていう装備では、死にやすくなりますのでおすすめはしません。まあ、結構上級者寄りの装備だと思ってください。このドラを敵が食らうとダメージがね、3倍になります。3倍、これがねかなりダメージが与えれるようになりますね。で力のポーションを使うとさらにそこから2倍、いいよね。で影のブリューを使うと、まあまあ一発だけども、さらにそれにかける3ダメージを与えることができるのでかなりおすすめです。まあただちょっとね慣れないうちは死にやすいかと思うので取り扱いには注意が必要です。まあ最初のうちはボスと戦う時にだけこれをつけていくといいかもしれません。まあとにかく強いのでおすすめです。第3位はエリクサーのカバン、弱体化のドラ、卵天狗だけ、このセットです。ではどんどんいっちゃいましょう。おすすめアーティファクトセットトップ5、第2位。第2位はこのセットですね。ふわふわの羽、エレメントのカバン、エレメントのカバンです。これはねもう鉄板だね。うん、使ってる人も多いかと思います。めちゃくちゃ強いセットになりますね。でこれを使うにあたっては、ちょっとね条件がね難しいのよね。結構、装備品が必要になります。まあ、2種類あって、まず1つ目が防具、防具でクールダウンが3つ以上ついてるとかなり連発して使っていけるのでいいです。で防具がちょっとね揃えにくいなっていう人は弓でも大丈夫です。弓で、バーストボーストリングとクールダウンショット、それがついてるやつを探しましょう。でできれば矢の数が多めのやつ、ショート棒とか、ピンクスコーンドレルとかも、夜の弓とかね、その辺も、矢が多めなのでおすすめですね。威力が高いやつは矢が少なめなのでそれはあんまおすすめできないんですけど、バーストボーストリングでとにかく転がって、でそして、クールダウンを決めていって、このカバンをねガシガシと使っていく感じです。でただこれね、バーストボーストリングつくときにおすすめなのがテンポセフト、あれつけてください。高レベルになると敵がものすごい速いのよ。敵をねこの氷の属性が出た時に足止めをできるんだけども、それよりも早くこっちにねバーッと走ってくるんで、テンポセフトがあるとだいぶ、この装備も使いやすくなります。まあこれちょっと難しいけども集めてしまえばめちゃくちゃ使える装備なのでおすすめです。第2位はこれ、ふわふわの羽、エレメントのカバン、エレメントのカバンです。さあそれでは来ました第1位おすすめアーティファクトセット、1位はこれです。影の断片、エレメントのカバン、エレメントのカバンです。さっきの羽のやつを、この影の断片に変えた装備ですね。もうなんだろう、デイリーレベル3のもう最高値のところを行くとこの装備がないとマジできつい。なのでこれは本当にね最強のセットだと俺は思います。まずこのね、今はちょっと使えなくしてるけども影の断片、これを使うと、透明化します。しかも、
250のパワーで26秒。これがね長いよね。26秒間ずっと透明化していられるので、その間敵の攻撃を受けません。でその間にこのエレメントのカバンでバシバシと攻撃をしていく感じです。でこれを装備するにあたって絶対必要なのがクールダウン、防具にね、防具にクールダウンが2つ必要です。2つ以上、できれば3つ欲しい。まあ、2つでも全然、ずっとね影化していけるんだけども、このエレメントのカバンをもうちょっといっぱい使っていきたいのよ。これ10秒間クールダウンがあるんだけども、これをねできれば3秒とかで一発撃っていければ最高です。ということでクールダウンはまあ2つ以上、できれば3つ欲しいところだね。これはめちゃくちゃ強いのでおすすめです。でこの影の断片が、まあ、下に赤いメーターが出るの分かりますかね。あれぐらいソウルを消耗するんですよ。ソウルの消耗がめちゃくちゃ激しいので、まあ、ソウル吸収の装備っていうのもしっかりとつけていく必要があります。まあこれは結構使うにあたってはハードルが高いんだけども、装備できてしまえばむちゃくちゃ強いのでおすすめです。第1位間違いなくこれダントツです。影の断片、そしてエレメントのカバン、エレメントのカバンですね。はい、ということでおすすめアーティファクトセットトップ5いかがだったでしょうか。皆さんのおすすめなんかもあればコメント欄によろしくお願いします。それではまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。